ポートアイランド神戸コンベンションコンプレックス神戸コンベンションコンプレックスは兵庫県神戸市中央区のポートアイランドにある複数の会議、展示施設を含めた国内最大のコンベンションゾーンの総称。1981年にオープンしたホール、展示場、ホテル、会議場群で構成されあらゆる種類の会議、レセプションに対応している。 1981年に開催した神戸ポートアイランド博覧会を契機として、神戸のコンベンション施設の中核エリアとして建設、整備された。翌年1982年には神戸市コンベンション推進本部を設置し、国内初のコンベンション都市づくりが行われた。国内では、類例の少ない会議場、展示場、ホテルが一体となった。 オールインワン型のコンベンションゾーンである。市民広場駅を中心に、コンベンション西エリアと、コンベンション東エリアに分かれる。各施設は、屋根付き回廊で結ばれている。また、国内で、最も空港に近く、市街地、三宮や神戸ポートターミナル等にも近く、神戸医療産業都市元保健内であることから、アクセスの良い利便性の高いエリアに立地している。 ワールド記念ホール神戸国際会議場ポートピアホテル、ポートピアホール、ありがとうございます。